どうもこんにちは、ゆうえです。今日はですね、ズニームの221ビッグEモデルを紹介したいと思います。このアイテムのことについて少し話した後に、アイテムを使ったコーデを2パターンと、私が31インチのノンウォッシュとワンウォッシュ、そしてノンウォッシュの30、32の4パターンを着用し、サイズレビューする動画の内容になっているので、お時間ありましたらぜひご覧ください。またこのアイテムの販売ページは概要欄とこの右上にですね、リンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。当店はですね、神奈川県小田原市にお店を構えております。ぜひ小田原に遊びに来た際にはお立ち寄りください。皆様のご来店心よりお待ちしております。では早速行きましょう。はい、今回紹介するドニームのジーンズはですね、前回発売された WX モデルに続いて、ドニームの221ビッグEモデルが入荷してまいりました。こちらの形をね、狙っている方、もしかしたら両方狙っている方いらっしゃるのではないでしょうか。そしてね、数ヶ月前にですね、この形のレングス32インチがですね、入ってきたんですけども、まあ当店はですね、ちょっとサイズがそこまで揃っていなかったので、今回このレングス30インチの商品デニムでご紹介という感じです。そしてまずはですね、生地のお話からなんですけども、まあ、前回の動画でもお伝えしていますが、まあ、こちらのアイテムもですね、あのウェアハウスさんが企画したものになります。今回のね、ビッグEモデルも WX モデルも同様に、縦糸6番、横糸6番を使用した厚手の生地になり、オンスは 14.5 から15オンスぐらいと聞いております。続いてディテールの部分は、まあ、大きく分けて3点になりますかね。あのビッグEモデルですので、まあ、年代的には1960年代から70年代前半の頃までのディテールになりますので、パッチの部分は紙パッチの仕様。また WX モデルでは、まあ、隠しリベットであったところは、このビッグEモデルではバータックによる補強に仕様が変更になっている点ですね。こちら。そしてベルトループがオフセットではないところになります。はい。まあ、それ以外のね、ディテールや部材は、まあ、当時のデニームらしい紙タグの風合いや縫製糸の色使い、まあ、ピスネームやボタンもすべてね、創業時を再現するために新たに生産しています。で、あの当店のですね、まあ、インスタのアカウントにですね、フォロワー様から、WX の時からあのレングス32インチというものが存在していたのですかというね、ご質問をいただきまして、まあ、サイズ展開をね、今回紹介させてもらうんですけども、今ね、紹介させてもらっているビッグEモデルも WX も同様にレングスが2サイズありまして、まあ、30と32があります。ウエストのインチに関しては28から34、36、38の展開になるので、ご購入される方の好みに合わせた一応サイズをチョイスしてもらえると思います。まあ、後でレングス30インチのサイズレビューをするので、まあ、縮立は後ほどね、確認してみてほしいのと、あのビッグEモデルはですね、裾にかけて細くなっていく形ですので、まあ、WX との違いでそのあたりのシルエット感も見てもらえたらと思います。はい。まあ、前回の WX モデルはね、かなり速いスピードで売り切れてしまいましたので、まあ、もし気になっている方いらっしゃいましたら、まあ、早めのねご決断の方がいいかもしれません。はい。ですので、ぜひチェックよろしくお願いします。はい。そんな感じで、続いてはコーデとサイズ感へ行ってみたいと思います。どうぞ。
はい、まずは31インチのノンウォッシュを履いてみました。こんな感じですね。はい、私の体のスペックとこのノンウォッシュの寸法はこちらに載せておきます。はい、で31インチ、まあ、ノンウォッシュなのでまあ、あまりね、参考にならないかもしれないんですけども、まあ、シルエット、まあ、ウエストはねちょっとゆとりがある感じで、渡りとかもねゆとりはあるんですけども、まあ、この形がですねワンウォッシュかけるとどうなるのかっていうところなんですけども、はい、まあ、早速なんですけども、ワンウォッシュの31インチをね履いてみたいと思います。いきます。はい、これが31インチのワンウォッシュになります。はい、数値を見るとですね、まあ、全体的に詰まっている印象だと思います。特にね、ヒップと、まあ、股下が、まあ、大きくね詰まったのかなというふうに思います。まあ、それ以外にもね1センチから2センチ3センチほど詰まっているのかなというふうに思います。でその詰まった状態だとねやっぱりちょうどいいですね。あの私今30、さっきまでねノンウォッシュだとかなり空間があったんですけども、ノンウォッシュ、ワンウォッシュですと空間ほぼないです。で下に力を加えても多少ずれるぐらいで、あのずれ落ちるっていうことはないですね。なので、まあ、ベルトいらずでも履けると思いますし、まあ、別にベルトを履いてもベルトつけてね履いてもいいのかなっていうふうに思います。はい、それと、まあ、ノリがね取れたのでもうカドカドしさもなくなりましたし、まあ、やっぱりそれあのヒップがですね5センチかあの詰まってるのでかなりすっきりした印象があると思います。はい、まあ、全体的にねやっぱ詰まってる感じがするので、まあ私のような体型であれば31インチをチョイスしてもいいと思いますし、まあ31、2とか、まあ、好みでねサイズ選びをするのがいいのかなというふうに思います。はい、やはりね劇的に変わりますね。ワンウォッシュしただけでかなり変わるので、まあ、ここら辺もね少しでも参考になってもらえればなと思います。数値的なね参考が、皆さんにねお届けできたらいいかなというふうに思います。縮率のところですね。はい、そんな感じで続いて30インチのノンウォッシュいきます。はい、続いては30インチのノンウォッシュです。こんな感じです。はい、30のノンウォッシュはですね、まあ、先ほど履いたウエストの感じ、31インチのワンウォッシュの感じに似てるかなと思います。まあ、今下に力をかけてもずれ落ちることはないので、まあ31インチのワンウォッシュと同じぐらいの感じかなと思います。ね、この今履いた感じも多分31インチのワンウォッシュに近いのかなというふうに思います。ですのでもちろんねこの数値をね参考にすると結構また詰まると思うんで、まあ、私のような体型だとかなりジャスト気味、ベルトいらずで履けると思いますし、かなりねピタッとしたシルエット感になるのかなというふうに思います。現時点でね結構、まあ、ジャストだなっていう感じがするので、まあ、30だと、うん、結構ちっちゃめタイトめという印象があります。はい、まあ、なので、まあ、そこら辺をね少し参考になればなというふうに思います。参考にしていただいてサイズをね選んでもらえたらなと思います。はい、そんな感じで続いて32のワンノンウォッシュいきます。はい、続いては32のノンウォッシュです。こんな感じです。はい、ノンウォッシュの32はですね、まあ、ウエストブカブカです。で、まあ、全体的にもね今はねこうダボっとしたパリッとしたねシルエット感になってるんですけども、まあ、これは縮率を
予想して言うならば、まあ、多少ゆとりを持って履けるのかなっていう感じですかね。なので好みだと思います。おそらく32だと、まあ、ベルトはね必要になってくるサイズ感かなと思います。こうやって今現時点でねもうずれ落ちてきちゃいます。でまあ2センチぐらい詰まったとしてもね、ちょっとベルトは必要になってくるのかなっていう感じ。あとはまあ多少ゆったりしてくるので来ると思うんで、そのぐらいの大きさなんですけど、だからって別にめちゃくちゃ大きいとか履けないサイズ感っていうわけではないと思うので、ちょっとゆったり履きたいんだっていう方であれば32をチョイスしても、まあ、悪くないサイズ感なのかなというふうに思います。まあ、もちろん私より体型が大きい方で32をチョイスするのもいいと思います。はい、ですかね。少しでもサイズ感が参考になればなと思います。はい、そんな感じで続いてノンウォッシュとワンウォッシュの31インチの2つをまとめた動画を流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。このアイテムの販売ページは概要欄とこの右上にリンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。今回の動画構成で当店が扱っている別の商品ですね、別の商品も紹介していますので、終了画面の再生リストからご興味あるものがありましたら、ぜひそちらもね合わせてご覧ください。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。